こんにちは。こんばんは。今回は、うぷ主がチャンネルアイコンを書き直した話だぜ。かなり手間がかかる割に再生回数が他の動画に比べると極端に少ない例の企画ね。いやだいぶ悪意のある言い方だな。さては前回のやつまだ根に持ってるな。別にそんなことないわよ。っていうかもう今月もそんな時期なのね。ああ、多分この動画が配信されるのが6月30日になると思うから。これが今月最後の動画になるぜ。で、今回はどんなアイコンにしたのよ。前回はこんな感じで久しぶりにドット絵のアイコンにしたので、今回はこれを再利用してアイコンを作ろうと思ったんだぜ。再利用ってまさか手抜きじゃないでしょうね。いやいや全然手抜きじゃないぜ、むしろめっちゃ時間かかってるから。最近の動画配信ペースが落ちてるのは忙しいことだけが理由じゃなくて、来月のアイコンを作ってたからってせいもあるんだぜ。いやなんで再生回数伸びないってわかってる動画にそんなに時間かけるのよ。仕方ないぜ。うぷ主はやると決めたらやらざるを得ない病にかかってるんだから。だからそんな病気ないってば。まあとにかく今回もうぷ主が書いたアイコンを見ていくぜ。あ、一応念のため言っておくと。うぷ主はそもそも絵があまり上手くないので、かなり時間をかけて頑張って書いても。こんなのや。こんな感じや。これくらいの絵しか描けないのであしからず。今更言わなくてもみんなわかってるんじゃないの。いやー最近おかげさまで急激にチャンネル登録してくれる人が増えたから。もしかしたらうぷ主は絵が得意だと勘違いさせてしまったら申し訳ないだろ。いやいやそんな勘違いする人いないから。まあとにかくこの企画はいつもの動画以上にゆるい感じで見てくれると嬉しいぜ。まあどうせゲームの話もほとんど出てこない企画だしね。それで、これをどう再利用したのよ。ああそれはこのドット絵をゲーム画面にはめ込んで使うことにしたんだぜ。ってことは今回のアイコンにはゲーム機が入るのね。そういうことだぜ。でそれだけじゃあんまり変わり映えしないので、私がそのゲーム機を持つことになりました。今回はマリサがメインのアイコンってことね。っていうかなんかあんまり嬉しくなさそうね。そりゃうぷ主の画力で描かれることになるからな。確かにそれはあるわね。私の時みたいにとんでもないアイコンが出来上がりそうね。そういうことだぜ。これはちょっと楽しみね。いやなんか最近性格悪くなってないか。まあ前置きがあんまり長くなってもあれなのでそろそろ今回うぷ主が書いたチャンネルアイコンを見せるぜ。今回うぷ主が書いたアイコンが、こちらだぜ。いや表担と違う。私の時と違って随分まともに書いてるじゃない？そうか、本当の私はもっと可愛いと思うぜ。なんか年齢もだいぶ上に見えるし。いや、うぷ主の普段の画力を考えれば十分でしょ。贅沢言うんじゃありません。まあ確かにうぷ主にしてはよく描けた方かもな。っていうか今回はこれだけなの。うん、ああこれだけだぜ。いつもだったら最初にボツアイコンが出てくるのに一個だけだとなんか物足りないわね。仕方ないだろ、これを今月中に仕上げるだけでもいっぱいいっぱいだったんだから。他の絵を試しに描く余裕はなかったんだぜ。まあいいけど、あんたばっかり目立ってなんかずるいわね。そうか。じゃあお前も入れてこんな感じでいかがかな。いやそれもういいから。そろそろ本気で怒るわよ。冗談だぜ。まあとにかく7月のアイコンはこれでいくってことで。まあ仕方ないわね。ってことで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。センキュー。